この動画では ABCD 上でのデル順で学ぶボキャブラリー990の使い方を説明します。まずホーム画面の下にある見つけるを押してください。そのページの検索ボックスにデル順で学ぶと入れて検索してください。そうすると本が2冊出るんですが、この2冊内容は全く同じなんでどちらを選んでもいいです。次のページに行って真ん中左側にあるアプリ学習を押してください。そうするとモードが3つ選べるようになっていて、習得モード、一覧モード、復習モードとあるんですが、単語を覚えるのに一番使いやすいのは真ん中の一覧モード。ピンポイントで始めたい場所を選んだり、前行ったり後ろ行ったり、一回やったとこもう一回やったり、そういうふうに自由に動けるんで、このモードを使ってやることをおすすめします。で、アイテムを選ぶとその単語が入った例文が表示されて音声が流れます。解説っていう白いボタンを押すと例文の訳が出て補足情報が出ます。この補足情報のところには派生語とか関連語句が載ってるんですが、派生語の知識 TOEIC で役に立ちますんで、ここに載ってる情報もぜひ覚えてください。音声ボタンを押すと音声を繰り返して聞くことができます。 I'd like to show you some of our products。せっかく音声あるんで真似して声に出す練習することをおすすめします。声に出すと単語ってよく覚えられますので、ぜひ音声活用してください。 I'd like to show you some of our products。 I'd like to show you some of our products。 で、ここで下で分かる分からないを押すと次の単語に移ります。この単語はもう知ってるから大丈夫だっていうんであれば分かる、あ、この単語ちょっとあやふやだから後でもう一度復習したいなって思ったら分からないを押してください。で、どちらか押すと次の単語の例文が出て音声が流れます。 The automobile company employs 20,000 people。 同じように解説をして補足情報をチェックして音の練習をするっていうのをやってください。 The automobile company employs 20,000 people。The automobile company employs 20,000 people。 10個終わるごとに採点結果が表示されます。そのページの下に確認テストというボタンがあるんで、そこを押して確認テストやってください。確認テストは英単語が出て日本語訳を選ぶ形式、日本語訳が出て英単語を選ぶ形式、英単語の音声を聞き取って日本語訳を選ぶ形式、例文が出て空欄があって空欄に入る単語を選ぶ形式の4パターンがあります。自分の好きなのを選んでやってください。デフォルトでは英単語を見て日本語訳を選ぶっていうのになってますが、例文があって空欄があって、その空欄を埋めるのに適切な単語を選ぶっていうのは TOEIC 形式に似てるんで、そちらもおすすめです。で、単語学習をやってる際、わからないを押したやつと確認テストで間違えたやつ、それは復習が必要な単語として復習のところに入りますんで、それある程度溜まってきたらこの復習のところを選んでやり直してください。それから皆さんにぜひ使ってもらいたい機能があるんですが、左上の矢印を押して先ほどアプリ学習を選んだページに戻ると、アプリ学習の隣の隣にマイクのアイコンで SW プレっていうのがありますよね。ここのモードを使うと自分が読み上げた音声がどのぐらいの出来なのかっていうのをアプリが評価してくれます。 SW トレでどれか選ぶとそこの英文が流れてピーっていう合図が鳴るんで、その後自分の声を吹き込むことができます。 I'd like to show you some of our products。 I'd like to show you some of our products。 ちょっと 90% とか出ます。次 A を押すと次の例文が出ます。The automobile company employs 20,000 people. The automobile company employs 20,000 people. 93%. He runs his own business in London. He runs his own business in London. 97%. そういう感じでアプリが点数を出してくれますので、ゲーム感覚で楽しく音読の練習できると思います。この機能ぜひ活用してください。